こちらはサウスサンホゼにありますアバンティショッピングセンター内です。今回のハローレストランはこちらの日本食レストランすしまさをご紹介いたします。レストラン内はオーナーのマサさんが趣味で集め出したという骨董品が数多く飾られており、純日本的な雰囲気を醸し出しています。今年で創業18年目を迎えるサウスサンホゼの日本食レストランすしまさ。木目調の温かい色合いでまとめられた店内は、オーナー自らが手掛けたという日本の城を思わせるような瓦屋根の白壁をはじめ、数々の日本の骨董品で飾られる純和風スタイル。中には数千ドルもの価値のある珍しい品も多く展示されており、来店客の目を楽しませます。18年前から一つ一つ骨董品を集めまして、今では店内中ですね、一つ欄間にしても、それから柱にしてもですね、全て骨董品手作りで、お店を飾っております。皆様ただ食べるだけじゃなくてですね、お店を見ていただくだけでも、一見の価値があると思います。常連でも初めて来たお客さんでも、心ゆくまで最高の味を楽しんでいってほしい。上質な素材選びから始まるすしまさの味へのこだわり。寿司ネタに限らず、使う食材は全て極上のものばかり。例えば日本人にポピュラーな牛タンは、普通は本来は長いんですけど、私は一番真ん中のいい分を買ってるんですよ、ね、それ以外に切り付けにどこが硬いかどこが柔らかいか私分かってますからね、お客さんに出すもんはこの分ですね、分かります、この霜降りいうのね、これが一番生で食べても食べられるんですよ、一番おいしいとこなんです。次は神戸ビーフね、霜降りのこれ見ていただいたら分かります、これだけの、ね、霜が入ってるんです。またメニューの他にも来店客の好みに合わせて調理してくれるなど、自分好みのわがままオーダーができるのもすしまさの人気の秘密です。このすしまさが今回紹介する料理、まず一品目はこの神戸牛を使った焼肉。オリジナルソースに絡められた霜降りの肉はとても柔らかく、口の中でとろけるよう、自分のペースで焼きながら食べられるこの一品、お酒のお供に最適です。続いての品はこちら、五目釜飯。鶏肉、牡蠣など5種類の材料を米と一緒に特製スープとだし昆布で炊き上げたすしまさ自慢の味。素材の持ち味を生かした薄めの味付けはまさに日本人好みで、中に入れる材料はお好みで変更可能。 4,5 人で食べられるほどボリュームもたっぷりです。最後はエビの天ぷらなど計5品からなる2人用マサスペシャルディナー。天ぷら盛り合わせのほか、日替わりアペタイザー、刺身、ビーフ照り焼き、そして寿司にサラダ、ご飯、味噌汁が2人分つく食べ応え満点のディナーセットです。オーナー自慢の骨董品で飾られた手作りの店内、その温かく心地よい純和風の雰囲気からも、日本人はもちろん地元アメリカ人からも愛され続ける日本食レストランすしまさ。すしまさは毎日営業、サンノゼアバンティショッピングセンター内、5363キャムデンアベニューサンホゼ。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTV ハローレストラン、今回はすしまさをご紹介しました。